どうもこんにちは、中村美香です。今日は2人目の子供について少しお話ししていこうと思います。娘ちゃんは YouTube でもご紹介している通りに体外受精、顕微授精をして授かった子供なので、その時にね、採卵をしてね、受精卵を作ってそれを凍結してるんですね。受精卵はね、全部で7個できて、で、1つ娘ちゃんに使って、6個あったんだけど、1個がね、ちょっとあんまり良くなかったから破棄して、今5個のね、受精卵を凍結している状態です。で、2人目のタイミングについては、夫婦でね、いろいろ話し合ってたんですけど、2学年差がいいねっていう話をしてて、あとは凍結している卵に対して、毎年ね、保管料みたいな感じで、更新するたびにお金がかかるんですけど、うちのクリニックはなんかそれがすごく高くて、その受精卵の更新料だけでも、もう30何万払ってる感じなんですよね。これ結構クリニックによって金額全然違うみたいで、友達が行ってるクリニックはもう何個でも1年間で5万円とかいうところもあったりとか、うちはなんか1個に対していくらみたいな計算になっちゃってて、なんかいろんな子の話聞いたけど、うちのクリニック多分一番高くて、そう、それが結構もったいないなと思ってて、次の更新がもう8月なんですよね。でも8月過ぎたらまた更新料がかかっちゃうから、そう、8月の前には第2子を妊娠していたいなぁと思ってたんだけど、結構ね、やっぱり仕事しながら娘を見たりとかしてて、この辺で始めようかなって思ってたタイミングからは結構もう半年ぐらいずれちゃっててクリニックに行き始めたのが年明けだったんだけど、そこからスタートするってなって、だからちょっと気持ち的には焦っているというか、少し早めに欲しいなっていうのがあって、クリニックに行って、もう次の周期で、スタートしたいですっていう話をしました。でももうさ、2年ぐらい前だからさ、何したか自分でも忘れちゃってて、自分の YouTube もね、結構見返してみたりとかしてるんですけど、今回はさ、採卵がないからさ、もう結構ね、やることが少ないというか、なんか前はいろんなことやって大変だったなっていう思いがあったんだけど、今回は、とりあえずはね、このエストラーナテープっていうのをまたスタートすることになっています。これなんかただのシールでお腹に貼り付けるだけで、もう痛くも痒くもないんだけどね。こんな感じで今スケジュールが組まれています。で、昨日16日だったから、昨日から3枚お腹にシールを貼っています。2日おきに貼り替えていく感じなんだけど、次は明日4枚お腹に貼るっていう感じです。12から始まって8日間このテープをまず貼るそうです。で、4月の20日にまたクリニックに行くんだけど、その時にまたなんか、膣剤が始まるのかな？ちょっとまた、その話は、またじゃあ20日にクリニックに行った時に続きを話そうと思います。はい、じゃあちょっと不妊治療の続きなんですけれども、ちょっと娘ちゃんがね、熱出しててね、4日前から熱出してて全然下がんなくて、今もちょっとまだこんな状態なんだけど、ちょっと取らないとね、私が忘れちゃうから、ちょっと大変なんだけど、取ります。エストラーナテープがね、始まったっていうお話をしたんですけれども、それが始まって、4月の22日に、クリニックに行きました。で、そこで、肺移植の日が決まりました。肺移植の日が4月30日になりました。4月の30日に肺移植するんだけど、それの5日前から、膣上の、お薬がまたスタートするっていうことなんだけど、前にね、なんかルティナスってやつをね、使ってたんだけど、なんかあれが全国的に品薄らしくて、今回はこちら、ウトロゲスタンっていうね、新しいお薬になりました。まあなんか内容は一緒らしいんだけど、前はなんかタンポンみたいなやつになってて、入れるのがすごい楽だったんだけど、これはなんかね、カプセル状らしくて、それをなんか指で入れなくちゃいけないらしくて、なんか結構大変そうだなっていう感じです。で、これ忘れてたんだけどさ、8時間間隔で1日3回入れなくちゃいけないっていうことで、結構大変だなっていう感じ。4月の30日に肺移植だから、4月の25日からスタートします。4月の25から5月の10日、判定日までこれをね、ずっと入れ続けなくちゃいけなくて、もし判定が陽性だった時もね、その後1ヶ月2ヶ月、結構これやりましたね、前も。
あとお腹に貼るテープも今いっぱいもらってきてて、これも2日おきに4枚をずっと貼り続けるっていう感じです。これも判定日までとりあえず持つようにいっぱいもらってて、これも判定後陽性が出たとしてもこれもやんなきゃいけない。肺移植のタイミングがなんか2種類あって、自然の周期でやる場合とこういうホルモン剤を使って肺移植の日をこう先に決めれるっていうね、2種類あるんだけど、自然周期の場合だとさ、結構さクリニックに行く回数も増えちゃったりするので、ちょっとこの薬の数は増えて大変だけど、前回と全く同じ方法にしました。で、肺移植する受精卵の卵も4月の22日に決めてきました。グレード的にはさ、どれも変わんないからどれを入れても大丈夫っていう感じなんですけど、ちょっとね、卵は旦那さんと相談して決めてきました。あとはエコーで、子宮内膜も見てもらったんですけれども、前回娘ちゃんの時は子宮内膜が 9.1 ミリだったんですけど、今回はね 8.1 から 8.4 ミリっていう厚みでした。で、この間よりちょっと下がっちゃってるんだけど、8ミリを超えてたら一応肺移植はできるっていう感じだそうです。娘ちゃんが熱出しててさ、私1日だけねシールを貼り忘れちゃって、それが原因だったのか、ちょっと今回その子宮内膜の厚みがあまり良くなかったから、ちょっとねこのシールを貼るのをもう絶対忘れないように肺移植の日まで頑張りたいと思います。基本的な流れも前回と全く同じにしたいっていうのを先生に伝えたので、そうやることも全部前回と全く一緒にしてもらいました。今回は採卵がないから、なんかすごい早いですね。肺移植したいって言ってからもうすぐなんかいろいろ決まって、もう肺移植の日も決まってね、なんかちょっとそわそわしています。次にクリニックに行くのはもう肺移植の当日なので、その日にまた動画を撮ろうかなと思います。今ね私は病院にいて、実はね5日前から入院をしてます。私じゃなくてね、娘ちゃんがねこんな状態なんです。ちょっと緊急で入院しましょうっていうことになっちゃって入院しています。そうで、今アラーム鳴ったんだけど、入院した次の日から膣上のね薬が始まってて、なんかルティノスが今ないらしくて、こういうね膣上の薬になってます。わあ、ちょっと点滴が来るから一回切ります。で、今の膣上のカプセルを今1日3回入れてて、今アラーム鳴ったからまた入れなきゃいけないんだけど、それとテープをね今2日に1回4枚お腹に貼ってて、で今入院中なんだけど、あさって肺移植当日 で肺移植の日だけパパにちょっと入院代わってもらって病院に行くんですけど、30も多分退院できなそうだから、肺移植した翌日また病院戻ってきて入院する感じです。そう、子供だけじゃダメみたいで、誰かが付き添わなきゃいけなくて、私が付き添っている感じです。もう最初のね2日ぐらいはめちゃくちゃきつそうでね、全然寝れないし、喉も咳もすごくて、食べれないし飲めないし、で熱は下がってるけどもう汗びっしょりかいてて、もうずっと苦しそうにしててね、今5日目でやっとねちょっと元気になってきて、こう笑ったり喋ったりっていうのもするようになって、少しねあのパンとねヨーグルトだけすごい食べるようになってきてね、ちょっと回復してきてね、一安心っていう感じですね。今回はねちょっと状況があんまり良くないからさ、もう薬をねスタートしちゃってたから、とりあえず肺移植はするんだけど、あんまり期待はできないかもしれないなと思ってます。まあでもチャンスだからね、ちょっと頑張ってこようかなっていう感じです。娘ちゃんも多分あと数日で退院できるかなと思うので頑張ります。今ねちょっと寝てる。かわいいように手に今点滴しててね、これで栄養剤入れたりとかステロイドとかお薬をねなんか数時間ごとに入れてて、あとはこの鼻で今あの酸素を吸ってる感じで、自力でね酸素が吸えなくて、これしてないと酸素のね数値が下がっちゃうからね、
これをつけてます。でもさっきねこの軽いのに変えられたんだけど、昨日一昨日はねもっと強力なやつつけててね、だから少し良くなってますね。今こうやって寝れてることがすごくいいことです。最初の頃はこんなぐっすり寝てなかったからすごくいい状態です。じゃあちょっと次は配食当日にまた撮りたいと思います。はい、どうもこんにちは。ちょっと昨日バタバタして撮れなかったので翌日になっちゃってるんですけど、昨日無事に配食をしてきました。配食の日が4月30日で、娘ちゃんが入院してからね7日目だったんだけど、退院できるかもって言われてたけど昨日はやっぱり退院できなくて、ね移植の日昨日だけねパパと代わってもらいました。だから私は病院からクリニックにねそのまま向かって配食するみたいな感じで結構バタバタしてて、そうなんかストレスが一番良くないって言われてるけどさ、なんか最悪な状況の中でなんか配食みたいになっちゃって、なんか疲れもすごいし、まあほとんど寝てないから寝不足だったし、この一週間もうコンビニのご飯しか食べてなくて、付き添い人はさ病人食が出ないからなんか自分で用意しなくちゃいけなくて、でコンビニしかないからさコンビニばかりで、もう本当にね前回だったら全部自炊してでご飯も気をつけてたし、移植の前とかもすごいゆっくりしててこう万全な状態で移植ができたんだけど、今回はねちょっとそういうわけにはいかなかったので、そうあまり期待できないかなとも思いつつちょっとね頑張ってきました。で病院に着いたら、解凍されたね私の卵の状態を教えてくれました。それがこちらになります。今回ね、卵のグレードが 4BB っていうね、グレードのものを使ったんだけど、解凍した後に受精卵の周りにこう膜みたいのがついてるみたいで、それを取った方が、着床率が上がるっていうことで、前回もね、私それやったんだけど、今回もそれをやってもらったら、卵がすごいこう広がってくれて、4BB から 6BB っていう数値に上がってたみたいです。前回の時は 5BA っていう卵を使ったんだけど、解凍後もねそのまま変わらず 5BA でした。今回の子宮内膜の厚みは 9.8 ミリで、前回よりねちょっと2ミリぐらいね薄くなっちゃってるので、それがどうなんだろうっていう感じです。ちょっと前回と今回の比較してみます。こんな感じです。卵の形もね結構違うし、グレードも少し違ったりとか、子宮内膜が違うっていうとこぐらいかな。 6BB は結構いいみたいで、この膜から完全に出てくれたみたいで、まあ着床しやすいんじゃないかっていうふうに言われているのと、あと採血したんですけどホルモンの数値とかも問題ないということでした。私も久しぶりだったからさどんな感じだったっけと思ったんだけど本当になんか手術するみたいに髪の毛にこういうまとめる帽子みたいなつけて、ガウンみたいなの着て、移植前は水をいっぱい飲んでお腹に水分が溜まっている状態で移植の部屋に行って、でこうお腹にねエコーを当ててね、あの子宮を見ながら先生が、移植してくれるっていう感じになっています。前回の時は全然痛くなかったっていう記憶があったんだけど、その受精卵を入れる前になんか細い管みたいのをねあの子宮のところまで入れるんだけど、それがね、なんか若干チクチクみたいな、なんか説明できないんだけど、お腹の中がなんかチクチクするみたいな、すごい我慢できないほどじゃないけど、あ、ちょっとチクチクするな、なんか嫌な感じだな、ぐらいかな。その管みたいなのが通ったら、培養士さんに卵持ってきてもらって、入れるみたいな感じなんだけど、結構ね、すぐ終わります。多分 5分ぐらいかな。すごい早く終わって、今回もね前回と同じ先生に移植してもらったんだけど、移植後にねお腹に手をね乗せてくれてね、うまくいきますようにってやってくれて、なんかめっちゃ泣きそうになりましたね。すごいねいい先生に巡り合えてよかったなと思っています。で今ゴールデンウィーク中なのでちょっとね次の診察が伸びちゃって、今日は4月30で本当だったら8日後に結果が出るんだけど、次は5月の10日に病院に行ってそこで妊娠判定っていうことになります。あと10日ぐらいかな。
で娘ちゃんが今ねまだ退院できてないので、今朝の7時なんだけど、これから病院に向かって旦那さんとバトンタッチをします。おそらくね今日か明日には退院できるんじゃないかっていう状態なんだけど、昨日の夜ね鼻の管も点滴も全部外れたんだけど、酸素の数値がやっぱちょっと低いのと、昨日なんかねまた急に熱が出ちゃってて、昨日は退院できなくて今日はどうかなっていう感じなんですけど、なのでゴールデンウィークは娘ちゃんもねちょっと具合悪いし、私も移植後なので1週間2人でねお家でゆっくり過ごそうかなと思っています。じゃあ次は妊娠判定の動画になるかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、病院に行ってきたいと思います。ちょっと疲れてきた。よいしょー。